みんみんあやみんばい、おはようございます。福山あゆみです。今日は初めてのゲットレディーウィズミーをやっていきたいと思います。イエーイ。私の朝からの準備をゆっくりゆったりとやっていきたいと思います。はい、まずスキンケアで使うのは温感炭酸オールインワン美容液です。容器をよく振ります。で、振ったら手のひらにこのくらいムースを出します。このくらいです。で、ほっぺたを中心にムースを顔全体に塗っていきます。でもこの時このムースを潰さないように優しくのせてください。で、このプラスエアイズなんですけど、厳選された大分厚の天然炭酸水と愛媛県の幻の二段発酵茶石槌黒茶の成分が入ってるみたいです。初めて聞いた、すごい。でもこの成分がめっちゃいいらしいです。はい、でこんな感じでなじませたら1分間置きます。さあ、1分間何をするんでしょう。踊ってますね。メガネメガネメガネ。1分経ちました。で、1分置いたらこんな感じで広げてなじませていきます。で、こうやってマッサージもしながらするとむくみも取れます。やっぱ最近寝る時間も遅くなっちゃって、結構寝不足で血行が悪くて肌がくすみがちなんですけど、この温感炭酸ムースですっきり気持ちよく目が覚めることができてます。手軽に簡単にスキンケアできるので最近よく使ってます。で、こんな感じで目の周りとかね、ほっぺたとか、やっぱこのリンパかな、マッサージして朝からむくみをとってます。やっぱね、マッサージするのとしないとでね、結構違うんで、やっぱ朝のこのマッサージは大事です。もみ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 。じゃあスキンケア完了。そしたら次はメイクをやっていきます。まずはベースを作っていきます。あ、メイクはいつも通りって感じですね。はい、じゃあ眉毛を描いていきます。やっぱ眉毛描くと一気に変わるよね。あ、なんか失敗したみたいです。やばいやばい。はい、腕を回して眉毛を描きます。はい、じゃあ次はアイメイクです。はい、早いですね。もうまつげ終わったのかな。して、あ、もう最後のリップで、あ、完成です。アイメイク完成しました。そしたら次は髪の毛をやっていきます。ちょっと今日はウェーブの気分でしたね。あとセンター分けもして、はい、でも準備終わりました。じゃあもうバッグを洗って行ってきます。
はい、今日私がスキンケアで使ったこのプラスエアイズなんですけど、化粧水、美容液、乳液がこれ1本に含まれてる炭酸オールインワン美容液なので、これだけでスキンケアができます。で、これ私最近使い始めたんですけど、保湿というかすごいしっとりしてるんで、めっちゃ保湿してくれるし、やっぱ炭酸だからかな、こう使った後に結構フェイスラインがシュッて引き締まった気がして、なんかしかもスッキリするし、なんかすごい最近使っててめっちゃいいなって思って、すごい伸びやすいので、すごいマッサージもしやすいし、めっちゃこれおすすめです。あと今これすごいなんか話題になってて、なかなか売り切れ中で手に入らないレアものらしいです。このプラスエアイズのラインがあるらしいんですけど、このプラスエアイズのラインアットにもう登録しておくと入荷販売のタイミングを告知してくれるみたいなので、ぜひ登録してみてください。で、なんか登録すると500円オフのクーポンももらえるみたいなので、はい、ぜひ登録してみてください。気になった方は概要欄の URL からホームページを見てください。はい、こんな感じで私の Get Ready With Me をお送りしました。なんかちょっとゆったりゆっくりな感じで、はい、いつもの私をちょっとお送りしました。はい、それではバイバーイ。